あった、これこれや。6.4 キロのカーブ。すすく地図ルートかなんか。うち、カーナビの地図は絶対の北固定だけどね。こうするとなんか向き分かんなくなっちゃうから。あ、いや、固定の仕方とか何も分かんねえんだわ。え、これを工事策を押せば北に固定ないよ。え、そうなの？これ。へぇー。ただ、北が上って分かるから。へぇー、そんな機能あるんや。本当に使ってないね。うん。でもね、おかげで迷子に行くとき、大体どの辺りにいるか分かるよね。うん。へぇー、この辺りにいるんや、どうしようって。およそ700メートル先、内越上屋敷を左方向です。ああ、そっか、俺はそうだよな、考えてみたらあの時1号3号曲がったんだよな、うん、いや、ごっちゃいな、1号3と1号5 あのさ、およそ300メートル先、内越上屋敷を左方向です。365号線とさ、365号線みたいなさ、国道の。ああ、わかる、それは迷う。うちはいつもあの稲部の方行くとわからんもん。まもなく内越上屋敷を左方向です。あれ、どっちが彦根に行くやつで、どっちが関ヶ原に行くやつで、そう左方向です。そう、306や、うん、我々365日遠出の方が、やで、関ヶ原で306日ぐらい普通になっとる方やから、あ、彦根行く方やってあそこを通れたらさ、ちょっとさ、うん、あ、今日通れる、うん、犬神くん行けるってそう、思わずそれだけのために渡ってしまってさ、うん、一回途方に暮れたことあったけどな。で、迷った挙句に入ったラーメン屋さん、結構美味しいラーメン屋さんやった、うん、なんか山のふもとになんかあったね、稲部屋のところ。あっち、彦根の、ただあの豊田来て1号号ってあのいつもさ矢谷から一宮行く あれも1号号じゃんか。そうあれ1号号ってここにもあるのっていう。そうそう、あそこがそのままさ、あれ一宮のさ市街地をさくるーって回ってさ、ストーンってまた犬山の方に抜けてくるやん、うん、であの道がそのままずーっとまっすぐ行って、そう、なんか瀬戸の方を通って、そう、まあ、あれが環状線みたいなんだなってんだよな、うん、そうあれ1から走るとなかなかな距離やね。あれ1号号って結局終点でどこなの？常滑だったっけ確か。なんか常滑だったかなんか海だった気がするんだけど。神田だったかな？常滑か。どこだったっけ？なんか確か常滑だったと思う。常滑やったっけ？ああ違ったな。いや、なんかな、うん、あっちの方までずーっとそのまままた伸びてとるやろ。ストーンってそっからまた降りて。カリアの方を通って。そうやな、だって考えてみたらあのジョイジョイ良かったやん、そりゃそうやん、ラジャルのジョイジョイでジョイジョイの話を思い出してジョイジョイの立地場所を思い出せやんかったやん。そうそう、ほやで、うちは海津の店やったから海津の店からフラーって現れて、土曜日の深夜とフラーって現れてて、まあ店もそんなにもう落ち着いとったもんでさ、今日は落ち着いたらもう鍋任せるぞって言って、あのバイトの後輩に任せたって言って、で、任せて、で、フラフラってジョイジョイに行って、こんにちは、カラオケバンバンですけど、カラオケバンバンなんですけど、店長さんって言います、あ、しかしとこすいませんって、カラオケバンバンですって追い出されるで、いやもううちの店もかかんない暇なもんで、競合調査に来ましたって、もう儲かってますね、こっちって、うん、ところで、競合調査なもんで、ちょっと料金の確認したいんですけど、ぶっちゃけ、料金全部、聞いたりするのめんどくさいんで、料金表、写メ取らせてもらっていいですかって。そしたらな、店長な、それ助かりますって言ってな、はあ、全部出してくれたよ。なんで？だから向こうは向こうで毎回競合調査、他店の競合調査がかかってくるたびにずっと電話でかかってくるわけやん。で、もうぶっちゃけわかるわけさ、向こうだって30分ぐらい置いたらまた同じようなこれでさ、何名でとかって言っとるやん、うん、そのたびにずっと電話対応に一人取られるのはめんどくさいんですよ。
ですよね、めんどくさい、全部喋った。で、隣そばったらだって4パターンぐらいあるな、そこ、うん、その祝前日とかでも4パターンぐらいあるんですよ、うん、これ A パターンです、B パターンです、C パターンですし、あ、ごめんなさい、C パターンもちょっともう一回ちょっとピンボケしたね、あ、すいませんね、ガチャンって全部つって最初は表にして出そうかなと思ったけど、めんどくさい、めんどくさくなったから全部その写メ添付してエリアリーでパチンと送った、なんだこれって言われた、どうやって死ぬさ君って、いや前だと撮ってきましたよって、分かりやすいでしょって、いやめちゃくちゃ分かりやすいけどって、ね、アルコール飲み放題であの価格っていう売り方な、うん、だからうちらは酒の飲み放題をどうやって売るかやけどさ、向こうは違うな、うん、どうやってあの酒以外のやつで腹膨らませるかそういう発想なんですよ、やっぱし、うん、なと思うな。いやいやいや、さすがに返すの前でうちらのこの店の証は証券に入ってないと思いますけどねなんて話だから、やっぱこの辺りだったらシラックスさんすかって、まだシラックスが残っとったりさ、もう今なくなったはずやけど、うん、あそこ今快活クラブなんだよ、うん、あそこ快活になったんだ、そういえばあの前スーパーフリークスやったとこさ、うん、昔の弥生館のところ、うん、あれも快活になるらしいね、相当改装しないと、あそこも、ね、ボロだもんね、うん、ボロいし、ね、あの設備を本当に、なんて言うんだよ、あの使い倒しって感じやから、うん、何のあの手入れもしてねえで、そう、実は晩年行ったけど、すごい、うん、なんかあれオープンした当初こんなんじゃなかったのにって思って、いや、やばい、廃墟で営業した感じやもんな、およそ 700m 先右方向です、最近行ってみたけど、やばいなこれ、あ、思ってちょっとエレベーターが怖かったもんな、そこ、うん、そこでシラックスから撮ってるんですか、じゃあつって結構近くやし、うん、いやもうあそこの客取り切りましたよって言っとって、これ、ね、まあラウムとか先に撮ったラウムとか、うん、あの辺りと、まあ、お客さん取り合ってる感じかな、とジャパレンと、うん、駅前のジャパレンも証券的な争いで言うとそこから取れるかどうかになってますよね、うちはちょっと、もうシラックスは、ああ、もう、あんなもん、取り、絞り取り切りましたって、うん、もうだって、向こう見に行っても客残ってないじゃないですかって、確かにな、土曜日に調査したり、今日、最新機種のところとか、まだ書かれてる、右方向です、次だな、まもなく右方向です、その先、カーブです、ただ、軽く釘を刺されたけどな、コロナワールドを作るとかの挑戦を取ってきちゃったな、そう、ただあのコロナワールドのお店がねなくなったね、そちらにお客さんちょっとね一時的に流れてるのもありますけどね、新しい店が入らなかったらねーだって、うん、あれ感動とかあって、およそ 700m 先浄水駅の左方向です、あそこ入らないですかねー、まあちょっと入りにくそうですよねーなんて話しながら実際作ったらいいけど入りにくかったっていう、そっか、そう、ここに出る、ここに出るんだ、うん、はぁ、ここに来たら分かるわ、ここがこうなってるのがびっくりだけどな、うん、なんか本当にと、なんかすごい急に都会になったっていう感じだね、めっちゃ急でもだからこれもなかったし、うん、あれあれ、そのまままっすぐ行ったマックのある方面やから、うん、これずっとまっすぐ行ったらもうすぐ開いて出てくるやん、これエプロンなる通り？どうなんだろう、確かそうかな、エプロン先生、あ、そうやな、およそ 300m 先、浄水駅南を左方向です、めぐり屋のやつとか、じゃあ、やつ調べよう、あ、で、違う、エプロンはこれ右や、この次の信号右や、ああ、まもなく浄水駅南を左方向です、その先 300m 先左方向です、さらに分岐が続きます、杉山なんて、そりゃもんな、え、左方向です、これもう分岐ねえだろすごいな、このマンションのタワーマンションびっくりしたよ、まおちゃんここがすげえな、まおちゃん来た途端やで、これフレラが来たら全部触っちゃったよこれ当時の写真だからな、見せたいというか、まもなく左方向です、その先左方向で
千日の湯。乗車券をお取りください。当該の案内表示に従って。こんな